まあ、彼がやった工夫っていうのは、自分がどうすれば話を聞いてもらえるか、どうすればチラシを置かせてもらえるかではなくて。こんにちは、小坂雄二です。はい、ですね、今日の話題につながる話なんですけど、私の自宅が戸建てでして、そうね。で、少し年数が経ってきましたので、よく営業の方がこうピンポンピンポンいらっしゃるんですね。飛び込み営は業い。ですで、ご挨拶ね。に行っておっしゃるんですけど、なかなかもう非前家開かずの扉であると。開けない。開けない、出ていかない、長くなっちゃうなというのがありますので。あれはね、我が社にもそうです時ね。折飛び込み営業いらっしゃるけど、で、なかなかこう開けてくれないなっていう、こう営業の方も多いと思うんですけど、若気マーケティング実践会の会員さんで、その飛び込み営業をする側の方が100%こう話を聞いていただけたというあ事例りましがた。最近のありましたが、まあ全然取り付く島もなかったのそうがですね、ほぼ100%にね、お話をなっ聞いてたもと。らえるようになっちゃったと。住宅関連のこう住宅のモデルハウスにこう来てくださいという、モデルハウスに来てもらう。で、それでですね、こう写真を撮ったりのイベントを開催されていて、で、そのイベントをぜひということで、こう保育園とか幼稚園そのモデルハウスで、写真を撮ってあげるよというイベントをやってるので、まあ、お子さんともどそうもですね、いらしていただけませんかというチラシ。それをもって保育園とか幼稚園を回っていた。その保育園にお子さんとかを通わせている親御さんにこうそうですそのチね。ラシを届けたいということなんだけど、そもそもその置いてもらえないというか、その保育園に話を聞いてもらえない、そうですまあ、ね。非然家と一緒そうです。ですよね。開かずの扉開かずと。の扉と、まあ、でも大体そうしますよまあ、ね。通常そうかなと思いますけど、まあ、それがその方がこう工夫していったところ、100%話を聞いてくれて、かなり好意的になったと、相手が。この事例のポイントはですね、どうやってその飛び込み営業をすれば、まあ、話を聞いてもらえるかとか、まあ、どういうふうなこう手練手管を使えばそのチラシを置かせてもらえるかっていうふうに考える、このこう視点の置きどころ、私がどうやってトライすればアプローチすれば置かせてもらえるか、この置きどころが間違ってるって話だね。置きどころは向こうに置かないといけないわけです。なるほど、その向こうというのはこの場合保育園や幼稚園のまあ園長さんだったり先生だったり、このピンポンとした時に応対してくれる方だよね。そうですね、こちらはその最終的にモデルハウスに集客したいので置かせてもらいたいわけじゃないですか。で、確かにその撮影イベント自体はご家族にとって楽しいものだから、まあ、これはこれでいいんだけど、その幼稚園や保育園からするとだって見ず知らずのそうですね。モデルハウスのチラシをなぜうちの保育園に置かんといかんのということになるじゃないですか。だから向こう側に視点を置くとね、向こう側のこうものの捉え方だったり、そう疑問の持ち方だったりにこう自分からこっち側に置かないといけないですよ。で、そうしたらどうして、まずそもそもあなたの話を聞かなければならないのかってことそうですね、なまるず。から、そのチラシを置く置かないの前にね。だからまあ、彼がやった工夫っていうのは、自分がどうすれば話を聞いてもらえるか、どうすればチラシを置かせてもらえるかではなくて、相手は何があれば私の話を聞いてくれるのか、まずそこですまね。ずそうなんね。なぜ相手は私の話を聞かなければならないのか、そこの側に立ってアプローチをしないといけない。だからこの視点の置きどころなんですそうですね、重要ですよ。ね。で、我々ワクワケの考え方は、を一言で言うと人にフォーカスって言葉を我々よく使うんですけども、要するにお客さんの心と行動の側に立って物事を考える、お客さんの心と行動を軸に考えるってことなんだけども、まあ、従ってこれは実際に彼がやったことの一つなんだけども、のピンポンする時に、実はホニャララという会社のものなんですけれども、今ちょっとこういうイベントのご案内をさせていただいてるんですがっていうと出てこないわけですよ。そうですね、ほとんどそう言っちゃうかなと思います言っちゃうよね。ね。だけどその彼がその時に言ったこの言葉の一つなんだけども、今たくさんの幼稚園にご案内させていただいてて、すごく喜んでいただいてるものがあるんですがみたいな言い方をしてるじゃないですか。ちょっと聞きたくなりますね。で、よろしければご案内をさせていただきたいんですけれどもみたいなね、まあ、そのまんまの文言じゃないんだけど、そういう、つまり相手が自分の話を聞かなければならない、そういうことだったら聞かなきゃねという、そういう気持ちになってもらうためのアプローチ。だからそれは確かに結果的にはどういうふ
ふうにやれば話を聞いてもらえるかなるんだけど、はい、こっち側の思考だけでどうすればどうすればって考えてても、うん、結果出ないわけです、はい、でそういうことを向こうの立場に立ってあれこれ考えた結果、そういう最終的にはそのこの場合はピンポンした後のトークですけどね、はい、トークにつながっていって、あ、そういうことだったらどうぞどうぞとなって、そこで今度はまたそのチラシを置いてもらうためには向こうが、あ、それはうちの園にお子さんたちを通わせていただいているお母様たちの親御さんたちのためにも置かないといけないわねっていう気持ちになるには何を言わなきゃいけないかと考えないといけないわけですよね。はい、重要ですね。重要なんですよね、はいはい、まあ、そうした結果ほぼ 100% 聞いてもらえるようになり、ね、置いてもらえるようになったんだけど、はいはい、やっぱりその方にうちの会員さんに同行してた他のメンバーは、はい、これ謎なんだよ、ね、謎でしたね、はい、なんか どこが違うんだろうっていう、この謎のまんまだったって話がね、はいはい、意外と彼らも一緒にこう同行してても、この人がやったら急に 100% 聞いてもらえるようになったっていうところの理由がわからない、だから盲点なんだよね、はい、そうですね、意外と盲点、はい、そんなにテクニカルなトークを使ってるにも見えないのにっていう、だからテクニックの問題じゃない、はい、またこういう視点でその方のこうトークを聞いてないとこうさらっと流しちゃうかもしれないですね。あ、そう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 、はい、だからなんかたまたまね、これはもう私たちにとってはこう笑い話的なところでもあるけれども、はいはい、彼がじゃあ私がやってみるねっていうことでうちの会員さんがやってみて、はい、急にそうやって置かせてもらうようになった時のチームの中に女性が新たに混じってて、はい、そうですね、はい、やっぱり女性が入ってるといいんですかねみたいな、はい、そういうところに行っちゃうね、はい、それたまたまであって、はい、確かに女性がいらっしゃることで少し全体のこうトーンが柔らかくなって、はいはい、こう警戒心が下がるとか、ね、はい、そういうことはもしかしたら要因かもしれないんだけども、はい、やっぱり全然違うところを見ちゃうね。そうですね、はい、やっぱりそれは視点がこっち側から見てるんですよね。はい、はい、ここで少しお知らせですけれども、この動画の概要欄にですね、小坂雄二無料公式メルマガ URL を記載しておりますので、毎週水曜日にコラム形式でメルマガをお届けしておりますので、ぜひご登録ください。そしてですね、この動画へのいいね、コメント、チャンネル登録もぜひお願いいたします。ということなんですがね、秀さん、やっぱり先ほどの件のもう一つの重要なポイントというか、はい、まあ、結果得られたものっていうのは、はい、やっぱり喜んでキャッキー話を聞いてもらえたり、はい、喜んで、いや、まあいいものをじゃあこれ配っていいんですか、うちの親御さんたちみたいなことになるから、はい、あの辛い飛び込み営業、いや、そうですね、楽しいものになるというね、飛び込み営業が楽しいって最高ですね。飛び込み営業が楽しいというものになるという、はい、ことでございました、はい、ということで、いや、商売ってのは本当に楽しいものですね。それではまたお会いしましょう。